道内では今日公立高校入試の合格発表があり、およそ2万6000人の受験生に春が訪れました。合格発表時間の午前10時を過ぎました。今年もこちらに掲示がないせいか訪れる生徒は少なく、今年も静かな合格発表となりました。道内の公立高校はコロナ禍の影響で2020年から合格者の発表を掲示板では行わず、ウェブサイトで発表しています。それでも札幌南高校では努力が実った春を実感しようと、学校を訪れる受験生の姿が見られました。車の中で番号をスマホで喋ってありました。番号、本当にもう今までの努力がもう叶って本当に嬉しいと思ってます。合格の文字があった瞬間、いやもう叫びましたね。叫びました。今年の道内の公立高校入試の合格者数はおよそ2万6000人で、二次募集の受付は22日から始まります。